クラブワーストタイ記録の7連敗で最下位に沈むカターレ富山。前節今シーズン初の3連敗を喫した14位水戸ホーリーホークとの一戦です。 J2 で唯一今シーズンの総得点がまだ1桁の富山、開始直後に中島翔也ペナルティーエリアの外から積極的に狙っていくと、14分には中島のコーナーキックに池畑ボレーで狙いますが枠を外れます。代わって水戸は20分、今シーズンまだゴールのない鈴木隆之、強引にシュートを放ちますが枠の外。38分には秋元のロングボールから富山にチャンス、うまく拾った国吉、しかし得点ならず0対0で後半へ。その後半開始直後の富山、大西から三上へ決定機を作ってゴールに迫ると、57分には木本のクロスに三上、しかしこれも決められず。すると水戸は70分、右サイドから広瀬が上げて吉田真希人、この試合10試合ぶりにスタメン起用された吉田、見事に結果を出して今シーズン4得点目、アウェーの水戸が均衡を破ります。先制した水戸はさらに77分ペナルティーエリア内で途中出場の三島が秋元に倒され PK を獲得。この PK を三島自ら決めて今シーズン4得点目、79分水戸がリードを広げます。さらに後半アディショナルタイムには広瀬のクロスを三島が落として吉田、この試合2点目を決めて今シーズン5得点目。結局ノーゴールで敗れた富山はクラブワースト記録の8連敗、水戸がアウェーで快勝し連敗を3で止めました。